店長や来たよ店長バギマの店長やバギマの店長これからやったよバギマの店長来たからこいつが俺を世界作るからガーゴイル対人です。対人バトルロードをねどうなるかもうそうだよ結局のところ大魔王はよく勝てたと思います。ただし対人では話が別だということを思い知らせます。なぜなら敵にまでナイトリッチいますからねナイトリッチの正しい使い方みたいになってるのやだな。さあ敵にも味方にもナイトリッチがいる。まあよく見られた光景ですけどね。死ぬほど見た光景ですわ。なんだったらさあ向こう側のエチェル天使の言うからこの耐久力をどう崩す。崩せねえ割とさもうつまん積んでないそれさあナイトリッチがお互いいるチームで相手はもう不死機団ですよ。要は全員不死の荒野ダンジョンチーム。おおいいね。エースケが全員打点取れるのか。確かに。ただこっちもやばいぞ。だってさ一体向こうはゾンビ系でドルマとかの扱いに、ね、おおやるやんやるわ。霧崎くんが狙われる関係上ここはでかいね。さあ安定打点取るかバギマ。厳しいな。神の騎士あたりはちゃんと取れるんじゃないかな。せーのはい。あー微妙あ微妙まあまあまあ悪くはない。うん250打点悪くはない。トッサー突進突き、スケ突進突き。うわー気づくよ結構食らうな。こういう火力のぶつかりになってくるとどうなるんだろう。ガーゴイルが問題だな。さあナイトメアソード、これはねーガーゴイルやばいね。やっぱりガーゴイルがわんうん158お互いナイトメアソードを振り合う、ま、もう筐体試合でよく見たやつです。これ本当に筐体試合で死ぬほど見たやつだな筐体試合で死ぬほど見た光景が今うわーやばい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 。それはちょっと待って、あの回復量は異常だぞ。いくらなんでもちょっと止めに入りますこんなんじゃもうやってない話が進みません。いくぞ向こうエロならこっちはジジイや。いくぞジジイベタバリーナー。ナイトチーム刺さるはず。ナイトチーム刺さります。筐体時代はですね、ナイトリッチを崩すためによく使われた SP がメタパニーマなんですよね。はい。このように聞きません。みんな嘘ついてんぞ。おい、昔筐体時代ナイトリッチやなんかさ、メタパニーマ使ってた。お前らみんな嘘ついてる。動画加工してんぞ。違うと思う。ひでえガーゴイル。ちょっと、あんまりだわ。それはあんまりだわ。一体ぐらい聞けよ。一体ぐらい聞けよ。あ、お、はい、今からね。はい、ガーゴイル今からね、先輩になります。はい、ドルマ。はい、ズ。はい、ガーゴイル。ああ。一応、鳥悪魔称号モンスターマスターの。それで賢さが強引に上がってるっちゃ上がってるんですけど、それでも絶対きついっすね。弱点なんで。よりによってドルマ弱点はまずいって、ゴールデンゴールもそうだったのよ。ああゴールデンゴーレムもそうだったんですよ。暗黒に弱い。ナイトリッチとかが流行ってる中で、どうしても暗黒弱点っていうのはもう感化できなかったんですよ。勇者だけです、本当に。感化してたの勇者ぐらいやった。さあ、バギマ打点じゃちょっともう期待できないぞ。もう天使の守りの色味が強すぎるもん。あ、ちょっと圧倒的にバギマ。SP 効かないだけでこんなこと、あひでえ横にナイトエッジが切り裂きいようがね、アンディエの判断力は高いのでガーゴイルそれ狙い撃ちされますよって話ですよ。切り裂きベロが死神貴族に電位を落とすのも同じ原理です。はい。もうきつい。さあ紋章の限りナイトエッジもきつい、ガーゴイルもきつい。うん、どうしたらいいのほら。いやだー最初からそれで、おいエースケエースケお前最初からそれでよかったの。白のホースマン、白のホースマン強くねえか。ナイトリッチの攻撃の耐性を持つからね。エースケ強いね。あこいつら、あこれがナイトリッチの使い方か。強いなあ、負け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 、もう圧倒的負けだわ。はい、わかった。じゃあ呪文の通るデスゴーゴン相手にやります。はい。じゃあね、さっきバギマやデインがさ、ちょっと若干デインは良かったんだけど、バギマダメだったじゃん。うん、はい、分かった。じゃあデスゴーゴンが敵にいますよ。はい、
こうなってしまえばね、デスゴーゴン今度はこっちが狙い撃ちですからね。さっきはガーゴイルがドルマで狙い撃ちされていました。ただ、今回はこっちが狙い撃ちポジションなんで、ただ問題はですね、ジゴフラッシュです。このジゴフラッシュがね、強いんじゃ。なんじゃこりゃ。うわ、めっちゃ食らうわ。まあ、ただ、こっちもドルマでね、ガンガン行きますんで。ドルマでガンガン行きますよ。デスゴーゴン狙ってけ。行くぜ。呪文チームで上がった賢さを存分に振るってやる。強い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 。これは強いな。でも、バキマがな、全体、ダースローはそこそこ、でも、まあ、そこそこ効くんじゃない？デスゴーゴンで。ドン！いやー、40って何？ 40って何？まあ、キースキュエルも賢いんで、デスゴーゴンにね、的確に打ってくれることでしょう。うわー、500近く行く。これは勝ちました。デスゴーゴン相手に時点で勝ちです。まあ、本当はね、これ、対人とかだとね、本当はここから、おお、タジさんここから、やっぱ、ずっと呪文使うと読まれんじゃん。だから、マジックバリアとか使ってね、一旦いなすこともされるし、それをさらに読んで、別の技に、一体だけ別の技にするとかね、そういう戦法もあるんですけど、僕は一人将棋をやってるんで厳しいんですよ、これ。本当はそういう実践的なもんもやりたいんだけどね。まあ、厳しいっす。どうしても一人将棋なんで、手が分かるわけですよ。一人で将棋打ってるのと同じですからね、あんな。まあ、昔やってましたよ、一人将棋。中学校の心の教室内でさ、先生がどっか行っとってさ、将棋で遊んどってって言われとったらさ、一人でやっとったよな。もう、あれね、突き詰めていくとあれってなっちゃう。で、お前何してんの？バギマしろって言ってんじゃん。行くぜ！おお、おりゃー！行け！何してんだよ。さあ、さっき使った SP カードは、ラビエルの聖なる祈り。ね、さっき強力無比だったわけですよ。もう圧倒的なダメージレースで勝ってます。さらにここで聖なる祈りによってダメージレースをさらに優位しようという魂胆でございます。ただちょっと、うわー、もうこうやって狙われるもん、こうやって狙われるんだもん。結局ね、ジゴフラッシュ、これによって幻が追加された場合ですね。そうすると聖なる祈りは消えます。あ、大丈夫っぽいね。 OK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 。聖なる祈りが消える条件は状態上の上書きなんで、ちょっと今危なかったですね。で、お前何してんの？おいおい、こら。あ、でも次のターンリーサルいける。エターナルスしか無理だよな。デスゴーゴンとダースいるもん。絶対無理だ。それは無理だ。それは無理だわ。うん。よけろ！ああ！ああ！やばい、きついな。まあでも、ダメージレースはまだこっちの方が有利です。600ギガを削ればいいだけですからね。で、これ何刺したっけな、ダイレクト SP。 あーっとあ、ごめん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 、絶対意味ない、それ。ごめんごめんごめん。いつものようにね、ダイレクト SP だけでやろうと思って右押したんですよ、僕、ミリボコンの。何刺したっけなと思ったら、よりにもよってよりにもよってそれなんだ。何一つ墓がやかも出てきたな。俺びっくりだもん。何か一つ、俺右にはだいたい防御系、状態上系入れてるんで、何かしら来ると思ったんですよ。なおの一番意味ないもん来た。さっきガーリス使ったやつやんか。ヤオチョ。おい、ヤオチョや、これは。ヤオチョしてまで勝ったりしやがったんか。そうでもないぞ、これ。そんなデスゴーゴンいる時点でハンデは十分だっただろう。バイバイさんちゃ。そんな八百長しなくてもよくない？比較的厳しめの相手です。モンスターマスターっていうのはダブル称号システムってあるじゃないですか。例えばドラゴンライダーだったら鳥と悪魔が、鳥と悪魔じゃねえよ。嘘。デーモンライダーじゃんそれ。鳥とね、ドラゴンで、で、さらに強化されるみたいなのあるじゃないですか。残念ながらなんですけど、それっていうのは、特攻も起きやすいんですよね。それこそドラゴンライダーってドラゴン斬りと、今装備してる、あれです。相手は天空三神器です。どういうことかって言いますと、天空三神器というのは、鳥系特攻に使える烈空山があります。烈空山がガーゴイル命中した時に、えらい目に遭います。さらに言うと、今回の戦士チームっていうのは、勇気ためチームなんですよ。なんで、モンスターマスターは基本的に勇気で追いつけません。森連かつ、光の玉使って主人公チームに対して、モンスターマスター勇気でほぼほぼ追いつくのは不可能です。削り切りです。
狙えるのは。で、今回は君たちの DPS 大事です。割りかしでも DPS はいいと思うんだよな、呪文で。出る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 。DPS はそこそこ高い方なんで、相手が勇気を溜め切る前にね、こっちは仕留めてしまわないといけません。ドルマ、いい戦士がね、いい盾し、いい感じにどんどん削ってるよ。おっと、これよ、凍てつく波動でさらに勇気差が広がっていく。向こうは勇気の逃げ切りしたら勝ちだからね。まあただこっちは呪文付けなんで、基本的にかなり楽なんじゃないかなと。ただ削れるかどうかだね。スライムやとかに避けられる心配もない。単純に呪文の DPS が大事になってきます。さあこっからですよ。運が悪いと痛恨がバカスが出て向こうの勇気がすごい溜まりやすい。あと怖いのはレックーザン。レックーザンがガーゴイルに当たるとえらい目になりますよ。さあ金属ピード、よっしゃー、よく受けた。マスターダブル剣変えてっからね、一応さっきの反省も踏まえて。その結果よく狙われるし、よく回避するようになったね。オッケーオッケー、いいマスターダブル剣だねこれは。さあこれもさあ攻撃命中される。避けろ、うわガーゴイル避けない。ガーゴイルって避けるんだけどね、そこそこ。まだ避ける方なんだけどな。桐崎くんが超優秀なだけなんだけど。桐崎くんって優秀だよねって話なんですよ。こうして見るとね、デインが使えたり、避けたりね、状態中耐性完璧なので桐崎ペイロ。そして何をやっても強いナイトウィッチってよほど強いモンスターだなーって思います、本当に。本当にありがとうございます。うわー、いいね。シールドコゾンどれも効くからね。レックーさんが誰が行く、誰行くの。うわー、ダメだまだだ。でもまだですよ。まだですよ。言って。このターンに、攻撃 SP 使って詰めて勝ちですよ。さあ、短期決戦狙います。DPS なら負けてね。短期決戦になってけ。さあ、あと396。呪文で勝てる。大丈夫、呪文で勝てる。もう呪文圏内です。やばい、痛恨か。うわー、クソか。まだだ。だがしかし、まだだ。いや、これやばいな。戦士で。戦士って判断力悪いから大丈夫だよ。ガーゴイルそんな、ポンポン。おい、来たあ、これはもういったべ。だって、レッキーさんが600だっすよ。あ、大丈夫だ。勝った、勝った。勝った。あ、ガーゴイル決めたね。ガーゴイル決めていいよ。あ、でもバギーマじゃ無理だな。あ、バギーマじゃ無理だな。いいよ。呪文、やっぱ呪文って強いんだな。あ、行きます。はい、鮮やかな剣技。おい、これでリーサル決めるときの、精神的攻撃。弱っ。弱っ。この技弱い。ならば火力のぶつかり合いならどうかな。出てきましたよ、アマかけるバトルドームが。アマかけるバトルドームって何。さあ向こうのチームは A を押すだけで相手が死ぬという恐ろしいパーティーです。平たく言えばそうなんだけどさ。さあ EX 界おなじみアンダー20で制作されたとんでもチーム、アマかける竜の剣技アトラス見る男の登場です。まあ、多分鍵になってくるのはミイラ男ですね。呪いの言霊が暗黒属性に入った呪い攻撃なんですよね。で、ガーゴイルはまず打点をもらいます。そういうかで。なんでお前そこ狙ったの。え、なんでお前そこ狙った今。アトラス狙いや。え、アトラスなんで狙わなかったの今。本当に。バギマ効くよ。よし。呪文打点が。普通にバギマはね、風属性呪文って通る相手多いんだよな。さあ、来ました。これです。呪いの言霊をシュートボールを置いてる極にシュート。あ、いいね、ガーゴイル受けてんね。一番クラウンガーゴイル受けるのは大丈夫だ。で、呪いとかも怖いしね。さあ、甘かける竜の剣技。あー、OK! いいぞ、桐崎ピエロ。桐崎ピエロがマジで今回一仕事してんね。よう避けるわ。ガーゴイルはダメ。ガーゴイルはダメ。まあ、でも、今の1ピロイだけでも全然違う。250打点を1回避けただけでもすごいでかいし、ちょっと回避が今日いいよ。あ、え、ナイト打ちなの、やめて、うわ、え、強っ。打撃耐性の上からこんな出んの、アトラスやばいね、やっぱ。火力と火力のぶつかり合いになってる以上、ちょっと、え、なんじゃお前。ちょっとなんじゃお前。今、アトラス避けよったね、今。ちょっとさっきから意味わかんない回避が多いっすね。意味わからない回避を連続しております。アトラスは避けるわ、桐崎が避けるのは当たり前なんだけどさ。うわっ、強っ。さあ火力で追いつきました。ダメージです、追いついてきたよ。
デインアトラスに撃てば、ミイラ男アトラスどっちでもいいんだってお前。頼むぜ。はい、ナイス。火力と火力のぶつかり合い、これがモンバト。状態中で要ももちろんいいんだけどね。で、呪いの言霊でね、呪われるのやばいね。で、こうなると、ね、呪われんだよ。150、なんでそんな食らってんのお前。ね、ガゴイル、なんでお前そんな食らってんのマジで。やばい。いやー、切り裂きペロ結構食らうな。270も食らうんだ。それ狙われるわ。一番狙われるね、じゃあ。ガゴイル、うわー、同じぐらい狙える。勇者が適当だってか。いやー、追いつかれた。攻撃 SP 使ったのに、追いつかれてる。どういうことだ、これ。いやー、きついな。次のターンだってさ、向こうはギガスラッシュ打って、そのままバイバイとかできるやん。やばいな。よし、いいぞ。712。微妙だな。だって向こう攻撃スピードポチって押してさ、雨かける竜の元気ドーンとかできるじゃん。あ、ガゴイルやばいって。やばい、トリゲーは、トリゲーは走るのに弱い。やめて。あー、入れた。どうしよう、どうしよう。行きます。いや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 、冷静な判断はなし。全然冷静に判断してないじゃん。さあ、ギガスラッシュ振られる時点でもう HP は虫の息ですよ。それならですよ、ナイト位置遅いんですよ。なんでもう間に合いません。こうなるとね、最後に行け行け行け。俺たちの最後の切り札見せてやるぜ、エーターのサッシュ。うーん、やけくそな気がする。でも、アトラス弱いからワンチャンいけんじゃねえから。ワンチャン、ワンチャン、ワンチャン、どうだ、どうだ、なんでだよ、13残ったか。終わった。くっそ。おい、一旦目、切り裂きペイロがさ、デイをミイラ男がアトラスに撃ってればよかったのに。最終炸裂クレ、ファイナルブロー、消え去るがいい。うわぁ、惜しいなぁ、なんてだよ。この手の企画でも話しめ、大魔王との、ま、大魔王じゃねえ、魔王との勝負です。大魔王と勝負したら絶対勝てないから。さあ、来ましたよ。邪神感。レジェンドバーガーそこそこ強い。ハーモンの登場です。さあ、最後。もう勝ち越しか負け越しかの大一番ですね。今んとこ2勝2敗みたいなとこあるんで、このハーゴンを持ってしてどっちか決まります。ガーゴイルを入れてこのチームが今回強かったのか本当にね、それがわかります。でも検討してる方だと思うよ、主に切り裂きピエロが、主に切り裂きピエロが検討してる方だと思います、正直。このチームは、うん。エターナルサーシューという必殺技をも使えて、呪文相性も発動して、で、わりかし個人的にはね、なんかね、しっくりくるチームですよ。ナイトリッチさえなければしっくりきてます、正直。ナイトリッチさえいなければしっくりくるチームなんですけどね。さあ、今回はハーゴンっていうのは状態上攻撃をほとんど持たないんですよね、弱点として。なので状態上耐性をボロボロなところに誘惑の踊りを入れるか、天使の祈りで耐久を底上げするかの二択となります。そしたらアガザガを研究します。で、ワンチャンなんですけど、このチームの火力なら、で、ハーゴンチームっていうのは耐性は低いんでダメージは通ります。削り切りを狙えるかもしれない、正直。てか、正直削り切りになった方がいいかもしれない。うわっ、でも向こうの火力も高い。そう、向こうの火力も高いんだよね。ワンチャンこっちは削り切れるんじゃないかなとは思うんですけどね。お、いいね、そういうこと。切り裂きペールが基本的に狙われる性質上、切り裂きペールにかかってるぞ。ガーゴイル、お前も頑張れ、お前も頑張れ、おい。お前は何をしてるんだ。呪いの言葉154もくらいやがって。で、これが問題です。避けれません。このイオナズは避けれません。大丈夫かな？よい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 よ。でも、意外と食らってなかったね。いや、食らってんだけどさ。いや、食らってるよ。でも、意外とガーゴイルは吹き飛ばなかった。いいね。切り裂きペロンが何だったら吹っ飛んでたからね。いい。もう、今、天使の色でこっから回復するから、ダメージレースで追いついて、勝ちましょう。このチームのね、火力の高さを、こっちも火力が高いんですよ。レイン砲もあるし、バギマは安定打点。ね、ナイトチはいるだけで強いですから。はい。ちょっと前半場面ちょっとね、二人とも情けない場面もありましたけどね、ちょっと上がってきた感じがあるね。いや、ガーゴイル、あ、ガーゴイル上がった感じがしねえな、お前。なんかずーっとバギマ送ってるみたいな。ずーっとなんか威力のあんまり変わらないバギマをお届けしているというか。ずーっとバギマ打ってる、もう。しゃあないんですけどね。カック付けしたところでですよ。
威力はたかが知れてますからね。オッケーオッケーオッケー、バズズがナイトウィッチに行くなら大丈夫だ。でも正直な、天使の祈りを持ってしてでも削られるぐらいの力を持ってる、持ってるからな。うわ強っお前、500年の切り裂き。正直今日の動画言っていいっすか、これでガーゴイルが頑張ってんじゃなくてさ、切り裂きメルが一番頑張ってんじゃねえかな。なんかコナンの映画であったじゃん、命をかけて守ったらコナン君とアガサ博士じゃないみたいな。なんだったっけな、そういう映画。うわーでもそれをもってしても、天使の竜をもってしてもかねえ。正直3ターン耐えれる気しなかったしね。このチームの耐久だと光の弾とか使って3ターン逃げ切りっていうのはちょっと無理だったとかもしんない。うん無理だな。さあ杖捨てました、あいつは来るぞ、避けろ、うわナイトウィッチ避けない、それは絶対避けない。うわーでもまあまあでもまだまだ勇気の総裁に持っていって、まずはそれで火力で押し勝ちたい、火力で押し勝ちたいけどきついね。打点はこっちも取れてんだ、ただハーゴンたちの火力が高すぎて取れねえんだ、やばいな。そうね、もうこれ当たってたら、だってもう750分さっきラビエルで回復したんですけど、もう750削られてますからね。光の弾で耐えきるのは無理だったということです。まあ結果論になっちゃいますけど、これは。さあ、削り切りを狙います。いやー、デインで500打点出るから本当にワンチャンあるね、まだ。まだある。ワンチャンある。いやー、でも1500万のがエターナルスラッシュも絶対に無理なら消えないだな。いや、イオナズ。おかしいよ、こいつ。ガーゴイルのバキもあんなに、ガーゴイルあんなに頑張ってんのに。もうダメだ。さあ、ほんのちょっぴり回復します。でも、こっから、邪神剣、邪神剣とか、邪神剣って何避け続ければワンチャンありますね。はい。まだワンチャンあります。ここでとりあえずこのターンに勇気の総裁まで持っていって、次のターンまでなんとか避けたり耐えたりして、そう。このターンにまず避けますね。はい。ガーゴイルがね、ピロリと見ようか。イオナズ圏内入りましたね。イオナズ圏内入りました。ほんま切り裂き切り裂き行きます、もう、もう、もう、回れ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 行くぜ、はい、回転行くぜ、かっこいいすぎます、はい、よいしょもうやけくそになってる。わ、やばいやばいやばい、もう、もう杖捨てた、わ、くる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 、よけろ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 、あっ、ガクガク、お前、いつでもよけねえじゃねえかガーゴイルは弱かったわ。